こんにちは。一級建築士インテリアコーディネーター宅建士の金黒です。いよいよ住宅ローン控除を受けるための必要な確定申告の時期が来ました。今年は新型コロナウイルスの影響もあって入場整理券が必要だったり、税務署でできるだけ長い時間を使わないためにあらかじめ書類をパソコンで作成する人も多いと思います。入場整理券やあらかじめ書類をパソコンで作成する方法は私の最近の過去の動画でアップしていますので、よろしかったらそちらの動画も参考にしてください。これから住宅ローン控除の準備をされる方は、まずは住宅ローン控除を受けるために必要な書類を集めるところから始めます。以前は必要だったけど今年は不要になった書類などもあったり、用意した書類でも確定申告に行く前に注意することもあります。今回の動画は新築住宅を購入した方を対象にした動画で、住宅ローン控除を受けるために確定申告に行く前に用意する書類や注意するポイントをご紹介します。お得な住宅ローン減税の手続きをされる方はぜひこの動画を最後までご覧ください。またこのチャンネルでは住まいづくりにお役に立つ情報をこれからもバンバン配信していきますので、チャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは2021年の住宅ローン減税の必要な書類と注意するポイントをご紹介します。準備する書類を説明していきますが、まずはどんな方でも必要な書類からご紹介します。まず必要なものの一つ目としては、家屋の登記事項証明書の原本、いわゆる建物の登記簿謄本が必要です。こちらは原本が必要で、近くの法務局で取ることができます。もしかすると建物の権利書の近くに登記簿謄本の原本がある可能性があるので、一度建物の権利書近くにこの登記事項証明書の原本がないか確認することをお勧めします。一般的によくあるのがコピーが手元にある場合が多いので、それがコピーだった場合はやはり原本が必要なので法務局で取ることが必要です。また建物と同時に土地を購入した場合で、土地も住宅ローンを使った場合は敷地の登記事項証明書の原本、いわゆる土地の登記簿謄本も必要なので、法務局に行った時に建物の登記簿謄本と土地の登記簿謄本の両方を取ってきてください。次に受け負い契約書の写しまたは家屋の売買契約書の写しが必要です。注文住宅の場合は工事受け負い契約書のコピーで、建て売りやマンションの場合は売買契約書のコピーが必要です。その時に家屋の新築や購入の年月日および受け負い代金または購入の価格が分かるようになっているページで、消費税や契約年月日も載っている必要があります。さらに受け負い契約書や売買契約書には収入印紙がきちんと貼っている必要があります。その印紙は今印紙税の軽減税率が使えて、500万円から1000万以下の場合は5000円の印紙が必要で、1000万円を超え5000万円以下のものは1万円の印紙が必要で、5000万円を超え1億円以下の場合は3万円の印紙が必要です。この印紙は絶対契約書に貼っていないと住宅ローン減税は使えないので、印紙を貼った契約書のコピーを取ってください。次に住宅資金にかかる借入金の年末残高の証明書が必要です。こちらは昨年末に住宅ローンを借りた銀行から郵送で送られてきていると思います。もし複数の借入している場合は、すべての借入れしているところからの送られてきた書類が必要です。ここまではどなたでも提出する書類だったんですけど、ここからは該当する場合に提出する必要がある書類です。一つ目としては国または地方公共団体から受ける補助金などの名称や金額を明らかにする書類です。例えば住まい給付金などが該当します。まだ申告するときにその補助金が交付されていない場合でも交付見込み金額を確認する必要があります。次に住宅資金の贈与の特例を受けた場合は、贈与税の申告書の写しなどの贈与の特例を受けた額を明らかにする書類が必要です。これは住宅を取得した金額から贈与の特例を受けた金額を差し引く必要があるからです。令和元年以前に贈与を受けた方も対象です。次に住民票に異動がない場合は、
入居年月日を明らかにする書類が必要です。例えば建て替えの場合だと住民票は移動していないので、その際に新しい建物に入居した年月日が分かる書類が必要です。次にサラリーマンの方で給与所得者の場合は令和2年分の給与所得の源泉徴収票が必要です。次に取得した建物が認定長期有料住宅である場合は長期有料住宅建築等計画の認定通知書の写し、それが変更している場合は変更認定通知書の写しと、さらに住宅用家屋証明書、こちらは市町村で交付されたものまたは認定長期有料住宅建築証明書が必要です。次に取得した建物が低炭素建築物である場合は低炭素建築物新築等計画認定通知書の写し、それが変更した場合は変更認定通知書の写し、さらに住宅用家屋証明書の写し、こちらは市町村で交付されたものまたは認定低炭素住宅建築証明書が必要です。さらにその低炭素建築物が特定建築物である場合は特定建築物用の住宅家屋証明書が必要です。こちらも市町村で交付されています。次に住宅と一緒に土地を購入した場合で土地を住宅ローンで借りている場合はさらに書類が必要で、先ほどの敷地の登記事項証明書の原本、つまり土地の登記簿謄本が原本が必要なのと、あと土地の売買契約書の写しも必要で、その売買契約書には金額が明らかになっている必要があります。ここまでは建物と一緒に土地を購入して土地も住宅ローンを借りている場合に必要な書類だったんですけど、ここからは該当する場合に提出する必要がある書類をご紹介します。まずは一定期間内に家屋が建築されたことをその貸し付けしたものなどが確認した旨を証する書類が必要だったり、建築条件がある土地を買った場合で3ヶ月以内の建築条件付きの場合は3ヶ月以内の建築条件が定められていることを明らかにする書類だったり、一定期間内の建築条件付きの土地の場合一定期間内の建築条件が定められていることを明らかにする書類が必要になります。以上が新築住宅で住宅ローン控除で必要な書類でした。長々と住宅ローン控除の確定申告に必要な書類をご紹介しましたが、この動画の説明文に税務署の確定申告に必要なチェックリストのリンクを貼っておきますので、この動画と税務署のチェックリストを見ながら必要な書類を揃えてみてください。今回は2021年の住宅ローン控除の確定申告に必要な書類をご紹介しました。これからも住まいづくりにお役に立つ情報をバンバン配信していきますので、チャンネル登録やツイッターのフォローもよろしくお願いします。それでは。